はい、あきらです。今、外出自粛になっちゃってるんでね、能天気にツーリングもできないんで、自宅のスタジオから車のメカニズムについてね、語るっていうのをやってみたいと思います。これ以前もやってね、あんまり別に人気があるわけでも何でもないんだけども、私はね、自称元四輪車のサスペンション設計者だったんで、こういうことをね、語ってる人の動画とかも見るんだけども、ちょっと違うんじゃないのとかって思うこともあってね、今回は自分でやってみようと思いました。今回はね、この限界、このコーナリング速度、二輪対四輪どっちが速いかっていう、ネットの書き込みとかで見るとね、四輪車の方がね、速いに決まってるとかね、タイヤがたくさんあるんだから速い、絶対速いとかね、俺が運転したら四輪の方が速かったから、四輪車の方が速いんだとかっていうのはね、愉快な人も結構いてね、じゃあ、理論的にどうだっていう話をね、しないとね、いけないなと思ってるんですけども、限界のコーナリング速度ってどうやって求めるかっていうと、こういう走ってる車の速度と、旋回半径があるとすると、あとこういう走りをすると横 G がかかるんですけども、旋回の横 G っていうのはね、こういうふうにこういう計算になるんですね。これ遠心力なんですけども、V 二乗割る G 分の R と。これ G って重力の加速度、地球上の表面の重力の加速度は9.8一定というふうに計算しますね。で、限界のコーナリング速度ってどうやって求めるかっていうと、これμG の R のルートで速度って出るんですね。これの変形ですけども。この μ って何かっていうと、タイヤの摩擦係数なんですよ。要はタイヤがどこまで耐えられるかっていうことで、旋回速度が決まるんですね。で、こういうと G イコール、タイヤの μ だと。旋回横 G ですね。っていうことになるんですね。で、車の重量だとかね、タイヤの数とかっていうのはここには全然関係ないんですね。それと、横 G がかかると、転倒限界っていうのが、二輪でも四輪でもあるんですけども、これ、最近の5ナンバー車の、これ例なんですけども、車の重心ってね、最近の車は背高くなってるんで、割と高いんじゃないかなとは思うんですけども、大体地上から500から600ぐらい乗用車で行くことねって言われてるんですね。で、仮に550と置いて、この角度を計算するとね、53度とかそこぐらいなんですね。この角度ってね、横 G がかかった時に、転倒限界っていうかね、どこまで耐えられるかっていうの計算ができるんですけども、これ45度でちょうど 1G に耐えられるんですね。で、普通、50何度とかって言えば、1時以上に耐えられるんですけども、最近のタイヤのね、グリップ、乗用車でちょっとハイグリップっていうと、1時、摩擦係数で1前後ですね。普通のタイヤだとね、ちょっと初燃費タイヤだと、1時はいかないかなと思うんですけども、で、バリバリのハイグリップタイヤでね、せいぜい1.1とか1.2とか、そのぐらいかなと思いますね。それでいくと、転倒限界は多少余裕あるんですけども、よくね、ジムカーナーとかレースのヘアピンとかでね、車転倒するんですね、乗用車ね。ハッチバックのスポーツ車だとかもね。あれどうしてかっていうとね、ハーフスピンっていうかね、スピンしてちょっと滑ったところで、タイヤがまた急にグリップすると、こう動いてるもんがこう急に止められるもんだから、こう慣性力で行っちゃったりとかね。あと急ハンドル切ると、この重心の上の方を置いといて、下の方だけギュッと行くから勢いがついて倒れちゃったりとかね。結構簡単にこの転倒限界超えちゃうもんだから転倒しますね。で、二輪の方もですね、要は限界のコーナリング速度っていうのは横 G で決まるわけですよ。
で横地が決まると、それに釣り合うバンク角っていうのがあるんですね。ちょうど 1G だと45度まで傾けるとちょうど 1G に耐えられるバンク角になるんですね。まあ普通の最近のね、まあ、スポーツ車のタイヤってノーマルでも40この 1G は楽にいけるんで、まあ、通常45度ぐらいがはまあ普通のバイクでも倒れるようになっているんですけども、まあ、最近のね、MotoGP とか見てるとあれレース用のタイヤだからなんでしょうけども、60度ぐらい倒れてるんですね。あれ60度までいくとね、計算上ねタイヤのグリップ 1.7 以上あるはずなんですね。タイヤの摩擦係数でね、まあ市販のタイヤはねそんなにあるわけはないんですけども、まあタイヤのゴムっていうのはまあ柔らかい方が粘着して摩擦係数が高くなるんですね。だからまあレース用のタイヤとかっていうのはすぐまあ柔らかいもんだからすぐボロボロと、まあ、むけるように減っちゃうんですけども、まあちぎれちゃうんですね、柔らかいもんだから。まあ市販車はねもう、まあ、そういうわけにはいかないんで、まあせいぜい1とか 1.1 とかね、まあ二輪車用は結構柔らかいんで 1.2 ぐらいはいくんじゃないかなとは思うんですけども、とはいえね、まあ二輪車でね、まあ、45度って言うけども実際運転するとね45度ってえらい角度で、まあ普通にサーキットとか走ったりしてる人だったらまあ45度ぐらいね行動でも倒しちゃう人がいるんですけども、普通の人がね乗ると45度ってまず無理なバンク角なんですね。一般的な四輪車のねタイヤもスポーツタイヤじゃないやつだとね、まあ、なかなか1行かないかぐらいなもんですから、結局市販車同士で行けばねそんなに、限界の旋回速度は変わらないというふうになるんですね。まあネットとかのを見るとね四輪のねレースサーキットでフォーミュラーカーは全然二輪車なんかより全然速いとか、だから四輪車の方が速いとかっていう人がいるんだけども、フォーミュラーカーってね、空力のウィングとかでね、すごいダウンフォースが出てんだよね。車重のね、2倍とか3倍とかのダウンフォースで路面に張り付いて走ってるもんだから、まあ、この計算式でいくとね、この G が、2倍とか3倍になってるんですね。 G×2 とか3とかで、これが2倍になるとね速度は 1.4 倍で、まあ、3倍になるとねルート3で 1.7 倍とか、まあ、タイヤもすごいハイグリップなタイヤつけてるんで、一般市販車のね、まあ、市販のスポーツカーとかに比べると倍ぐらいの旋回速度が出るんですね。倍以上ですもんね、きっとね。だからサーキットとかでもえらいタイムが出るんですよ。だから一般の市販車にねいくらウィングつけてもね2倍とか3倍のダウンフォースなんて出ないんで、まあそれと比べちゃねいけないなと思いますけどもまあで結論的に言えばね2輪も4輪も、まあ、市販車同士レベルであれば限界の旋回速度は同じだっていうふうに言えるんですけども、まあ、さっきも言ったみたいに二輪車でね45度までバンクさせるっていうのは結構慣れてる人じゃないと難しいんで、まあ、普通の人だとそこまで攻めらんないっていうことから、まあ、四輪の方が早いんじゃないかなって思ってる人が多いんでしょうねと私は思いますけども、要はね、バイク乗れない人はね、そういう4人の方が速いと思ってるんでしょうね、ということですね。乗れないっていうかね、ちょっと乗ったぐらいでね、4人車のコーナリング速度についていけないとかって思っちゃう人は、まあ4人車の方が速いという結論に従うんだと思いますけどね。はい、以上、今回は、まあ、2輪対4輪、コーナーどっちが速いかっていうようなことを語ってみました。まあこんなことをね動画を上げてもあんまり見る人は関心持ってくれる人はいないと思いますけども、もしね、これがいいと思ったら、いいねボタンとかチャンネル登録をお願いします。あ、もしね
こういう理論的なところでね、とか車のメカニズムとかね、そういうところで、まあ、質問聞きたいことがあったらコメント欄に、書いてくれ、いただければ答えられることはやりたいと思います。はい、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。